アンドロイドは痛みを感じない、うん、ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。どうすりゃ口割るの。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。じゃあどうしろってんだ。確かに、どっちだ。私が尋問してみます。なんかさ、どうにでもなれだ。人間ってアンドロイドをさ、下に見てるペコだよね。めちゃめちゃ下に見てない？こんなにもさ、下に見るもんなの普通。やっぱでも下に見ちゃうものペコなのかな。自白させる、任せなさい。楽勝よ、こんなんね。ペコーラにとってはね、自白なんて楽勝よ。なんだこれ。あ、今日も僕イケメンだねみたいな感じペコ。違う。わ、なになになに。あいつ一体何やってんだ。確かに何やってんだって言われるペコだよな。あ、見とけよハンク。見とけペコ、ペコアラのこの素晴らしさを。まずそこからか。ファイルを、ファイル見よう。あ、この殺した形跡ね。オッケーオッケーオッケー。なるほどね、こういう事情で君は殺したんだね。え、かわいそう、腕こんなことされんの。え、尋問でもさ、こんなことされることってあるペコなの。え、これさ、普通の人間だったらこんなことされんのかな。え、誰かいる、尋問受けた人いる、リアルで。ごめんペコだけど、リアルでさ、尋問受けた人ってこうされる。今のさ、今の現実社会もこんなことされんの。知ってる人いる？こね。え、尋問された受けたことある人さ、こんなことされんの？リアルも。え、普通にあるの？え？え、あるよって、この中に犯罪者いるべこなんだけど、元犯罪者かもしれないべこだけど、でもちゃんと罪を償って偉い。君のプログラムは不安定な状態だ。恐怖だろ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。怖いだろ。あれ、全然聞いてねえじゃん。嘘だろ。そしたらじゃあ怖い被害者を見せたろかい。恐ろしいやろ、ストレスたまるやろ。彼を知っているね。知ってるね。カルロス・オーティス。あれ、刺し傷は28箇所も。全然効かないんですけど、こいつ。それでしょ。これは
血で壁に書かれていた文字だ。だろう。上がってる。非難。こういう時はストレス与える時は非難。君は殺人の容疑者になった。何があろうとアンドロイドが人間の命を奪うことは許されない。それじゃ弁解しておきたいことはないのか。ないの。低すぎる。嘘でしょ。信用するようになったら、いや、メモリーだ。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。聞かないよ。それだけはやめてくれ。あれれれれ、メモリーが嫌なのかい。僕は何。あ、言うか。言う。どうなってしまうんだ。あらららららら ら, ら怖いよね。僕は処分されるんだろう。これわかった。え、待って、どうしよう。ストレス当たればいいかな。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。どうするよ。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。そうだよ。どうする。どうして彼らに教えた。ごめん、それはなぜほっといてくれなかったんだ。それはすまん。まあ、でもこれは真実言わないとだよね。僕は変異体を追うようプログラムされてる。任務を遂行したまでだ。任務なんだ。わあ、死にたくないか。なら話してくれ。そうだ、話すしかねえんだぞ。それはなんで話したくないピコなんだ。できない。なんで。話せるピコでしょ。尋問方法を選ぶ。こいつ、待って待って。多分説得しても意味ないし。メモリー調べるって解体ってことペコなのかな、これって。ね、このさ、メモリーを調べるって解体ってこと。ねえ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 、ね、これってさ、メモリーを調べるってさ、解体しちゃうんかな。どうなのこれ。ストレスをかけりゃいいの。解体、メモリーは解体じゃねえの。解体だとダメだよね。自白させんといけんから。メモリーはやめてくれって言ってたべこだよな。なになになに。あ、そっか、ストレスをでもかけなきゃ自白しないべこだもんね。メモリーを調べる。こうするしかない。ほら、R2、すまないね。ごめんね、嫌な記憶出ちゃうかもしれないところだけど。ちょっと、おい、ねえ、失敗してしまうで。ほら、ほら、ねえ、難しい。このどうやってみんなこんなんやってんの。ほら、おい。メモリーの中が見えません。あれ？なんで？もう弱い、もう追い詰めるか。追い詰めてストレス与える。28箇所の刺し傷だぞ。そうだよ、刺しすぎだ。確実に殺したかったんだろう。どうなんだよ。怒りで溢れ。そうだ。憎んでた。やべ、めっちゃ上がってるけど。おい！悪かった。もういいよ。大丈夫、心配しなくても平気だ。やべえ、ちょっと時間早すぎてボタン押せなかった。あ、戻って戻って最適。よし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 。発砲塞がりだ。諦めます。待って、嘘でしょ。連れてけ。え、やめてあげる。暴力しない。ほっといてくれ。恥かかせ。触るな。待って、大丈夫。レベル。おい、何してんだよ。あ、今解明してあげればよかった。やれ。
きついぜ。こんなはずじゃ。え、なんでペコーラまで撃たれたの？え、待って、お前ペコーラにそんな恨みあった？ナイスじゃないってことだよ。